さあ今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんに来ました。ウルトラマンコーナーです。ソフビが並んでますね。やっぱねいいね、ウルトラマンといえばソフビって感じで、ね、こっちがねちょっとこのポージング決まってますね、ジードで、こっちとレア系で、これねちょっと珍しいよね、カオスロイドだっけ、なんだっけ、なんかそんな感じのやつだよね。珍しい装備ではありますね、かなり。なかなか見かけないよね。で、このチタノザウルスもね、珍しいね。なんかまた新しく出るには出るんでしょう。でもね、ずっとレアソフビの位置をキープしてますね。お、あ、なんだっけ、闇の巨人だっけ ?3 人。3体いますね。へぇ、これ、タイラントとかもレアなのかな、このタイラントがレアだとあんま思わなかったけど。他のはまあ確かにわかるなって感じはあるけど、廃盤品だったりね。お、これは何？偽ウルトラマンアグルでいいのかな ?308円。お、安いな。うん、状態もまあまあ遊べなくはないかな、全然。これね、かっこいいね。ポージングして、なんか、ポーズがついてるウルトラマンガイアの V2 かな？ポーズ付きソフビもね、まあ飾るにはすごいいいんですよね。まあ、遊ぶときはね、チョップチョップってなっちゃうけどね。お、ベリアルね。ゼロテクターだっけ？修行中のウルトラマンゼロかな？かっこいいね。ハンターナイト剣とこのゼロテクターのゼロかっこいいよね。お、ナイス。ウルトラマンナイス。異常に状態いいんだよな、これ。古いソフビのはずなのに。お、ティガーのパワータイプだっけ、ストロングタイプだっけな。お、ガイア V1 だね。で、ミラーナイト。お、揃ってる。ストロングコロナゼロとルナミラクルゼロ。で、クリアのね、カイザーベリアルなのかな、これ。グリッターティガもいるね。あ、これ限定のオーブかな、一応。そこまでレアだった気はしないんですけど。なんか自分が持ってるとレアな感じしないんだよね。この、こっちのグリッターティガもね。この、あれですね。山田電機限定だったやつで、割と売れ残ってたんだよね、当時。だからね、定価が安かったんだよ、だいぶ。そこから値引きもされてたかな、確か。エースとトリガー、これデッカーかな。お、これもちょっとレアになるのかな。クリアだからね、やっぱ限定。何の限定だろう。 UFO キャッチャーの限定とか最近あるから、あれってなかなかそのゲームセンターがあるところでしか手に入んないし、うまく取れなきゃいけないしね、結構入手難易度高いですよね。ウルトラマンショップ限定よりも入手難易度高い気がします。ウルトラマンショップって通販やってたっけな。トリガー、あ、 X 台座付き、プライズのフィギュアかな。めっちゃできんだけど、ウルトラマン X。 お、久しぶりにバーンマイト見ましたね。オーブかな、かっこいいんだよね。あ、さすがにライブサインはないバージョンね。ミラーナイトのライブサイン付きはね、あのガシャポンのやつでちょっとレアなんですよね。あ、マグニフィセント今珍しいんじゃないの？このノーマルのマグニフィセントがちょっとレアなんですよね。多分これかなりお買い得かなと思います。お、SSSP。シングルトラマンね。腕章。僕もね、腕章よくしてますよ。トイプラネットさん行くとね、撮影の時腕章貸してくれて、腕章しながら撮影できるんですよね。これつけてたらどうなの？あ、これビクトリーだよね。なんか久しぶりに見たな、これ。ウルトラチェンジビークルのビクトリー。右にもビクトリーいるけどね。かっけー、ベリアル。ベリアルってファン多いよね。僕はまあ嫌いじゃないけど、そこまでベリアル推しではないんだよな。やっぱりウルトラマンで推しなのは、やっぱネオスとかセブンツーワンとか、
あ、リブット。あ、このシリーズね。ウルトラマンがニョン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 って出てくる時のフィギュア。やっぱ僕、あとパワードとか好きですね。あとゼアス。あ、これちょっと古そうな。関節でわかるね。ジャックかな。あと好きなウルトラマンなんだろうな。まあ、ジードも好きかな。最近で言うと。まあ、トリガーも結構好きかな。で、デッカーも好き。あ、デッカーじゃない。あ、デッカーだ。デッカー好き。デッカー。そう。なんかね、そうなんですよ。デッカー？ん？違う。あれ、一番最新のウルトラマンの名前が出てこないんだけど。なんだっけ？ほらほら。ブレーズ。ブレーズじゃない。え、なんだっけ？やばい、最新のウルトラマンの名前が出てこないんだけど。ウルトラマン。うん、なんだっけ？ちょっとやばいやばい、出てこない。やばい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 。と言いつつ、100円コーナー見てますけどね。あ、ブレーザーだ。そう、ブレーザーがかっこいい。変身する前の人が隊長っていうのもいいよね。で、こっち怪獣コーナー。これね、デストロイヤーね、あの完全体じゃなくて集合体らしいです。コメントありがとうございます。前回教えていただきました。お、これあれじゃん、なんだっけね、ほらほらほら、名前が出てこない、やばい。あ、これあれだ、カセットムービーのパワードなんだよね。これ当時のものだと思いますね、確か。もう貴重なおもちゃで、どっかなんかデッドストックだったのかな。あ、この EX レッドキング良いおもちゃですね。光るしね。ウルトラエッグとか、お、これはまあ復刻ってっていうか、なんか投資物ではもちろんないんですけど、ウルトラセブンの多分おもちゃですね。投資物じゃないよね、もちろん。セブン放映当時だったらえらいことになるよね。まあどっか2000年ぐらいに出たのかな。なんかリバイバルブームとかあったらしいですよね。なんか駄菓子屋さんのおもちゃとかも一時すごい買われたみたいな。だから今全然残ってないみたいなのありますよね。お、パワードバルタン。あ、ここにも EX レッドキングいるな。お、ブラックキング。ブラックキングも多いよね。で、ゼットン、ゴモラと多いね。口開いてるゴモラがなかなかいないんだよな。お、このバルタン星人さ、ウルフェス、昔僕がちっちゃい頃のウルフェス限定の僕が持ってたやつじゃないかなと思ってるんだけど、このクリアっぽいやつ、なんかね、僕これ持ってた気がするんですよね。ウルフェス、僕がちっちゃい頃行ったウルフェスで、その時限定販売されてたバルタン星人のソフビだった気がするんだよな。お、でっか。お、80も割と好きかもしれない。お、ゼロアイかっこいい。ゼロアイかっこいいよね。変身アイテムではゼロアイ結構好きかな。まあでもパワードとかもかっこいいけどね。ネオスもかっこいいし、コスモスもかっこいいし、まあ、ゼアスはかっこいいとは言えないけど、逆にレアっていうね、歯ブラシ。あ、これ変身アイテムといえば、早田隊員がカレーのスプーンで間違って変身しようとしちゃうシーンのフィギュアなんですよ。すごいね。そこのシーンやっぱ人気だからフィギュア化してるんだっていう。こういうね、HG シリーズ300円とかでさ、また出してくんないのかな。いっぱいいろんなさ、マニアックな怪獣とかもさ、全部。おでっかの変身ポーズ。ニョンニョンニョンの時ね。ぴょんぴょんぴょんみたいな。これ指人形いく100円っていうね。あ、なんだっけ。スフィア・ソルジャーだっけな。お、100円コーナー来ましたね。お、これいいよな。
食玩サイズのソフビっていいですよね。サーガーとゴモラね。大きいブラックでいるけどね。あ、ブラックじゃない、あのダブル、色が黒いからブラックって言っちゃったよ。なんだっけ、ジョーカーだっけ、おレッドキング、これなんだっけな、名前はちょっと覚えてないんだけど、おこれあれじゃん、オーブンの時のゼットンじゃん、マガゼットンだっけ。あ、これウルトラヌードルの X かな。これいいよね、バーマイト、バーマートじゃない、ごめん、あの、ウルトラマンメビウスのフェニックスブレイブなのかな、なんだろう、何ブレイブなんだろう。あ、これあれじゃん、まさかのルービックキューブの本物だ。しかも 4つしかないやつね、一面が。お、なんかあるかな、なんか泣くあのわーのおもちゃもあるし。あ、ラドンがいたね、ファイアーラドンなのかな。こっちの方ね、変身アイテムとか武器系とか、あとキーアイテムとかがありますね。はい、こんな感じです。群馬県にあるおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんでお買い物していきました。今回はウルトラマンコーナーだったんですけど、他のねコーナーもやってますので、よかったらそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してください。それではまた、バイバーイ。